改造して神経デジマトリックスインターフェースシステムを取り付けたわ。これで彼の特別な精神に入り込める。誰かの頭の中に入るって普通に無理だろ。無理して理解しようとしてくれなくていいわ。先端科学というものは実現不可能なナンセンスと区別がつかないものよ。さあ行って。この頭の中は一体どうなっているのか。大抵錆びた刃物が刺さっている。どんなことを考えるのだろう。記憶はあるのか。彼らの夢は。私は何年もパンドラのサイコたちを観察してきた。どうやら彼らには共通の思想がある。ひとたび身につければ精神が壊れてしまうほどの強烈な思想だ。名付けてボルトハラ。彼はクリーム、クリムゾンレイダースで私たちの友人かつ最古であるという最適の人物よ。挨拶してクリーム。ウジ虫がウミニクの中に潜っていく。コミュニケーションは得意ではないの。彼のような頭をしていれば仕方のないことでしょうけど。というわけでこんな状態だから答えは私たちが探し出すしかない。最古はいかにして最古になるのか。ボルトハラには何があるのか。ではそれを解き明かしましょう。ボルトハンター。ああ、話せるのは私が開発したブレインリンク技術のおかげよ。特許出願を許可されて抗議しているところ。そっちはどう？ここが最古の脳内だって。タニス、本当にここで会ってんのか？間違えたとは思えないわ。私失敗しないものね。そこからは何が見える？
汚れの中で育ったハエたちが戦地へ旅立つ。ああ、やっぱそうじゃなきゃな。ごめん、ここで会ってたよ、ダニス。よかったわ、二度と私の判断を疑わない。クリフの内部意識と接触してみて。ウソハラを探し出すわよ。ハハ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 。テレビ向こうに憤怒をかき入れる。はい、一丁上がり。ねえ、誰かこれ撃ちたい人。地でいっぱいの樽が大地を怪我している。両た鍵、骨をゴリゴリピカピカの主人にこすりつけちゃう。なんでだ、八つ裂肉味のいいおもちゃなのに。君が誰だか知らないが、こいつは君が死ぬまで歓迎し続ける。ゆっくり話せる場所に移動しよう。入ってくれ、俺はその中にいる。でも、お腹の薄いところを往復で傷つける。やつれた焼き串の味方は。誰かこれやってって。
汗もかかない。すまない。最近はあいつがずっと出張ってるんだ。ここの外はどこに行ってもめちゃくちゃだが、あいつは俺がこの中にいる限りは放っておいてくれるから、当面は安全だ。どの道二人きりなんだし、何かして暇を潰さないと。そこでジョークを考えた。変態意識や差別的。じゃあ言うぞ。どうしてスキャッカー道を渡った？つい石碑だ。俺の陰に逃げていく。お腹の中には石炭が詰まってる。ご来そうだ。本当にスキャッカーがいるわけじゃない。亡霊狩りか。まあな、空想みたいなもんだ。で、どうしてスキャッカーは道を渡ったと思う？俺の影の餌だ。はあ、
打ちのポイント払いじゃなくていいのか。いつもは臓器を扱ってるが、これも似たようなものだ。見送りはいらんな。そうだろう。あんた用の弾を用意してますよ。もちろんあんたが撃つ方でさ。いらっしゃいでいいのかな。客なんて来ないからどうすればいいかわからない。君は誰なんだ。私はアマーラだ。さっきのがクリグだろ。そうするとあんた誰だ。そこなんだが、俺もクリグだ。ただわめくだけの殺人マシンになる前の俺ってところかな。どうやってここに入ってきたんだ。あんたがどうしてサイコなのかを調べろっていうタニスのいつにも増して変な任務だ。ボルトハラを探せってさ。タニスか。なるほど、あいつがサイコな理由か。俺も不思議に思ってるんだ。でもあいつは俺に知られたくないらしい。見えるか、ボルトハラとやらがあるとすればあそこだろう。あいつは決して俺はあそこへ近づかせようとしない。だが君なら忍び込めるかもしれないな。どうだ。つけて見てるだけだから。耳をずっぱり切ってやる。わかったよ、全く大げさだな。どうしてこいつと一緒にいなきゃならないんだ。お前は俺の生意気な決心。そうかよ、俺も同意見だ。ボルトハンターとここを出ていく。待てって、そんなこと本当にできるかどうか考えてもみろ。タニスは君をここに入れたんだから、俺を外に出すこともできるはずだ。ロボの体とかかっこいいだろうな。まあ贅沢は言わない。こいつと離れられるなら次の器は酸化したマヨネーズだっていい。気持ちはわかるけど、タニス、そんなことできるのか。ええ、もちろんよ。人間の心なんて切手サイズのメモリーカードに収まるもの。それなら引き出しいっぱいあるわ。でも本人も希望していることだし、マヨネーズを探すわね。今の聞いたか。お客さんのためにボルトハラを開けさえすれば俺はここから出ていけるんだ。永遠にな。長年の望みだろ。ついに叶うぞ。カミソリリボンのチェーンは綺麗。ブレードダンスの時間だ。あいつも俺が出ていくのに大賛成のようだ。というわけで鍵はどこだ。迷える遺跡。なくしたってどういうことだよ。そりゃそっか、お前だもんな。杯を磨け。タンツボをピカピカにしろ。化け物を鏡にしろ。なるほど、あいつの、いや俺たちの脳内をめぐってある像のパーツを探さなきゃならないらしい。必要なのはバズアックスとガントレットとマスクだ。ガーッと缶切り。氷を溶かす。水飲み場をめちゃくちゃにしろ。どうして時計をなくした。最後の持ち物だったのに。単身は獣だ。秒針のチクタクは俺の暗い炎を吸い取る。何が怖いだ。人のものを大事にできない奴と暮らせるか。ああ、ダメだ。俺は鏡、お前は蛇を持ってる。そんなの、ああ、出てけ。一人にしてくれ。光るオーブか。これどうすりゃいい。肉男を追え。赤ちゃんに骨しゃぶしゃぶさせろ。
この先は随分古い記憶だ。あいつが無茶苦茶したから今どんな様子かは知らないけどな。何が起きても驚くなよ、ボルトハンター。聞かせてくれ、最初の探し物は何なんだ。裁判官のトンカチ。今こいつが言った通りだ。ゾウのバザックスはこの中にある。探しに行こう。出したぞ。リリスに頼まれてチルドレン・オブ・ボルトの要塞を襲ったんだ。ここには凶暴な連中がひしめいてるはずだ。装備を確認した方がいい。向こうに箱がある。お肉屋さんの呼ぶ声に飢えてる。バザックスが早く欲しいらしい。ダニス、見つけた戦利品はリーグの脳から出ても使えるのか？もちろん外に出ても機能性は損なわれないわ。常に武器の非永久的でない非存在性を否定し続けていればの話だけど。それに戦闘に執着するサイコの性質を考えるとボルトハラにはあらゆる武器がありそうね。楽しみにしていなさい。さて、そろそろ行こうか。今さ。引き返したって仕方ないだろう。バザックスを探さないと。痛ましい殺戮。ベロベロ舐めてやる。わかるわ、クリーグ。いえ、
正直に言うとあなたの発言は何一つ意味がわからない。話し方は不規則だし根本的に理解不能。にもかかわらずわかると言ったのは私たちにはいくつかの共通点があるからよ。おかげで私はあなたという人間に共感できる。私たちは孤独に慣れている。考えを述べるとき他人に疎まれるような言い回しを使うことがある。共通点は以上よ。自分でも驚いたのだけどあなたに同型の念すら抱いているのよ。だからクリーグ、あなたの言っていることは全くわからないけれどあなたのことは理解できるわ。血塗られた手をつなぐ俺たち永遠に。さすがの私もこういうのは初めてだ。まったくお前ってやつは俺たちの心が荒れ放題じゃないか。信じられない、こんなに散らかすなんて。ジューシーなイタチを裁くんだ。俺たち楽しいの定義が違いすぎるよな。内臓を肉のポケットから取り出す。早くバザックスを探しに行きたくて仕方ないらしい。準備ができたら知らせてやってくれ。肉笛を加えて吹き出させろ。なるほど、まあそれはそうするしかないよな。それ以外にない。本気か、肉笛を加えろってどう聞こえるか分かってるか。リリスはクリムゾンレーダースを何度も出動させてたけどこんなに肉肉しい任務はなかったはずよ。やはり記憶というのは不確かなものね。私たちの脳は何かを思い出すたびに記憶を再構築するって知ってた？いわゆる伝言ゲームよ。言葉を伝えていくたびそれはどんどん歪んでいく。どうやらサイコの精神構造がその歪みを大幅に増幅させるみたいだわ。
まあ。そしてな。でもいい。